お願いします。おこんにちは。はい、もうちょいで始めますので、眠い、しばししばし、もうちょしばしお願いしたいですね。ちょっとね、すごいみんな見てる。めっちゃ久しぶりじゃないですか。久しぶりすぎても覚えてないですよ何やればいいんだっけ、何やればいいんだ最悪今日喋らないかもしれない。ほんと無言の時間が最悪ね、最悪です、最悪ですよ最悪なのだよ。まだ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 分かんないですけどね。まあ大丈夫かな。大丈夫ですよ。まあまあ頑張りましょう。はい、1分前です。はい、ラジオドラマしましょう。1分前です。曲はどのタイミングで、曲もしかしたら、はい、俺たちは大きくなったに行く前に入れるかもしれないので。あ、わかりました。前のか後か、前か後 か, 前 か, 後か、あのトークの後にトークの後にしましょうかね。トークの後にフリートークなんで、はい、ちょっとあの考えます。お願いします。はい、お願いします。はい、始まりますよ、もうそろそろ。よーし、20秒前です。ペーターさん見てますね。あ、どうもペーターさん、チラリンとのことです。10秒前です。やりますよ。あ、ありがとうございます。3、2、1。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。あー、ついに成人式だ。なんか久しぶりに会う人たちいっぱいいるな。あ、山城先生、久しぶりです。久しぶりだね。俺なんかの成人式来てくれたんですね。来たよ、一応。ありがとうございます。誰だったかな。先生、変わらないですね。そうね。うん。あ、変わらん？いや、そんなことないよ。今も若いですよ。誰だったかな。こうやってまた山城先生に会えるのは嬉しいですね。ありがとうね。あ、先生、大城いるじゃないですか。大城、大城、あいつ、今東京で役者になる夢に向かって頑張ってるんですよ。大城が、全然クラスで目立たなかった大城が、あの大城が頑張ってるんですよ。意外、意外ですよね。頑張ってるの今。うそ、あの大城が、大城が先生にめっちゃ会いたいなーって言ってましたよ。え、でも、なんか今日は、なんか東京でオーディションがあるから来れないって言ってましたね。セーフ。よかったー。じゃなくて残念。残念ですね。先生も会いたかった。会いたかったですよね。一番大城に会いたかったけどね、先生。そっかそっか、まあ残念だね。あと、俺なんかクラスで一番人気があった宝いるじゃないですか。大人気の宝。あ、宝ね。宝はだってイケメンだったからな。女子ですよ。女子だよな。女子ですよ。宝は女子だよな。女子女子、イケメンじゃなくて、可愛いだね。可愛いですよね。ごめんごめん、間違った。そうですよね。先生、うっかり間違った。そうそうそう。あいつ、もう結婚して子供いるんですよ。マジ？信じられない。信じられないですよね。嘘みたい、嘘。うん、しかも、結婚相手が、前田。いや、考えられます？宝と前田が結婚したんですよ。宝と前田。ありえない。いや、もうすごいですよね。前田と、うん、だから。嘘、もうだって宝と前田は俺ないと思ってたな、一番。言ってましたよね。マジか。だから今は宝じゃなくて、前田なんですけどね。なるほどね。そうなんですよ。もう結婚したから、もう名字は宝じゃなくて、前田ってことね。だったんですよ。はいはい、なるほどね。もう、だってもう、先生が教えてた時は、だってもう中学生だったから、宝だったけど、もう今もう、前田と結婚したから、前田なんだよな。そうだよな。そうなんですよ。もう宝じゃなくて、
前田なんだよな、生まれた子供も前田なんだよな、そうなんだよね、もうね、そうなんですよ。そっかそっか、意外だね、びっくりだね。宝と前田が先生に会いたいって言ってましたよ、うん、いいよ、なんでですか、いいよいいよ、なんでですか、だってもうわらばもいるんでしょ、いますけど、いやもう忙しいしもう大変さね、いいよわざわざいいよ、大丈夫、子供も会いたいって言ってましたから、ええー、もう大丈夫よ、宝と前田会いましょう会いましょう、いや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 、だってあ、時間見てみ、もうそろそろあんたなんか式典始まるでしょ、あそうですけど、先生来賓の席に座っとくから、いや先生会いましょう会いましょう、宝と前田終わってからでも会えろさね、会いましょうよ、いいよいいよいいよ、さっきから宝と前田って言ってますけど、本当は前田と前田なんで、いやそう、いやもうそういうのもいいからさ、もう大丈夫大丈夫、もういいよ、行きましょう行きましょう、もういいって言ってるだろ、はい、もういいって言ってるさ、え、はい、何かお前は、え、誰か前田って、え、誰か元宝って、覚えてないんですか、覚えてないよ、そうでしょ、忘れましたよ、忘れたの、いやもう誰か、俺も覚えてないっすか、ぐいぐいぐいさっきからや、嘘でしょ、俺も覚えてないんだ、お前なんかもう卒業して、はい、もう5年以上経つだろ、はい、先生5年経ったら忘れます、なんで開き直ってるんすか、ちょっとおかしいでしょ、はあ、新成人よ、は、はしゃぐな、いやはしゃぐ場でしょ、今日成人式なんですから、なんで本当に、なんなんすか本当に、あんたまず誰なのか、まず名を名乗りなさい、僕ですか、何者なのかがわからない、自己紹介しなさい、山城先生の担任していた3年4組の隣の5組の荒垣です、俺の生徒じゃないんかい、クーター進化の集まれワッター進化、どうもこんにちは。こんばんは。どうも。どうも。やりましたね。クーター進化です。どうも。明けましておめでとうございます。待って待って待って。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。うん。ツイキャスがなんか荒れてますよ。何が何が？え？え？ってみんな。なんでえ？って。わかんないわかんない。なんで？わかんないですね。まあ一応オープニング漫才をいつもやってるけど、うん、今回オープニングで。ラジオドラマをやったから、そうですよ、ラジオドラマをね、やってみたんですよ、そういうことですかね、初めてね、5分も、いやいや、もう明けましておめでとうございます、もう新年一発目の一発目クーター進化の集まれワッター進化、めっちゃ久しぶりじゃないですか、だってあのこの前だって年内最後の放送も言ってもあの収録録音の放送でしたから、そうでしたからね、もうなんかもうこっちに来るのはもうほんと久しぶりというかね、もうなんかほとんど覚えてないですよね、え本当に、ね、うん、いやもう番組間違ってますよ間違ってないですよ、いやいや全然覚えてないな、やり方とかね、ええ、本当にね、こちらの方は誰ですか、いや山崎さん忘れるなFM 技能はミキサーのお前、お前山崎さん忘れるな、あすいませんすいません、この人がいないともう始まらないから、あーそうですそうですよね、ね、あーそうですね、あ申し訳ないですね、ツイキャスいっぱいコメント来てますよ、はいはい、何ですか、ペーターさんも、はい、あのユーミーさんからもね、はい、明けおめということで、おめでとうございます、そして成人式おめでとうということで、ありがとうございます、ありがとうございますね、成人しましたもん、昨日成人式で僕らは、ありがとうございます、本当にありがとうございますね、本当にね、沖縄もんちちさんもいい、ね、コメント来てます、ありがとうございます、中田猫さんも、はい、ありがとうございます、明けましておめでとうございます、新成人ですよ、新成人ね、え、あ、マドンナーさんも、あ、ありがとうございます、成人式おめでとうとコメント来ました、ありがとうございます、うん、そうですね、そうですね、ビビリの社会人さんからもどうもありがとうございます、今日もだって、うん、ラジオドラマなんですけど、そうですよ、成人式にちなんだやつをやりましたからね、そうそうそう、なんか成人式にちなんだテーマで、うん、ちょっとまあやってみようかなと、やりましたからね、まあ、成人式っていうか、はい、まあ概ねのこのテーマは再会ってことで、そうなんですよね、今回テーマは再会でちょっとやろうか、再会ということ、再会が多かったですね、まあ久しぶりに会う人、うん、たくさんいましたね、本当にね、あ、誰々のお母さんとかね、あ、なんかね、うん、保護者ともそうだし、保護者ともね、そして来てくれた先生とかね、ね、いやなんか いい、よかった、楽しかったですね、いや、まあ楽しい成人式で、はいはいはい、はいはいはい、ありがとうございます、まあ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 もうなんかもう、うん、だいぶぶりなので、はい、ね、あ、お疲れ様です、プラチナさんプラチナさん、お疲れ様です、お疲れ様です、うん、もうだいぶぶりなので、うん、もうこのね、何、ほんと久しぶりすぎるのでもう全然喋れてないですよ、大丈夫ね、だいぶぶりなので、だいぶぶりなんで、はい、何ですか、もうだからこう今日この日までに会ったこと、うん、まあいろいろ話せたらなとね、そうですよね、ほんとに明けて、だってもう1月9日ですし、ですしね、言ってももう2017年ももう
ね、もう最後らへんじゃないですか、ね、いやいや最初らへんだから1月9日ってことで全然始まったばっかりです。下半期に突入しそうなので、頑張りましょう。まあ、いろいろ振り返れたらなと。そうですね。振り返っていきましょう。していきたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いしますね。お願いします。CM 行きましょうか。はい。CM。クーター進化の集まれワッター進化。小座っていうコメントが来てます。あ、どういうことですか。ちょっとち違いますけどね。小座ではないですけど。小座じゃないです。いや本当にね。小座っぽいっすかね、うん、じゃあもう久しぶりだけどね、あの、うん、こんなにあのツイキャス反応があってほんと嬉しいですね。嬉しい。ちょっとだってみんな忘れてるんじゃないかなって思ったもんね、うん、だってね誰みたいな。うん、ほんとに、うん、誰ですか、ね、こんばんは、岩ピッピさんも。あ、岩ピッピさんこんばんは、もうちょっとはでいいんですよ。そうです、ちょっと見てくれればね、ちょっとでもいいんで、もうちょっと見てくれるだけありがたいんで、ね、よろしくお願いします。嬉しいですけど、ありがとうございます、ほんとにね。まあでもね、はい、最後の放送はじゃあ12月の26とかそれぐらいですよね。23ぐらいですかね。23ですか。そのぐらいか。うわー。でも、それ以来2週間ぶりとかでしょ、要は。懐かしい。懐かしいね。懐かしい。はい、10秒前でーす。はい、はい、もう間もなく始まります。3、2、1。集まれ！ワッター進化ー。でよし。あーもう本当に CM のやだね、はい、僕らあの息しちゃダメっていうやってないやってないやってないから遊びをしてて本当にきついんすよ。見てる人からだったらバレるからさ。あのね、はいよ、まあ、あのオープニングトークでも言いましたけど、昨日成人式で、成人式だったね、まあ、ツイキャスでもね今あのコメントたくさん来てますけどね、うん、本当皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まあでも本当に成人式、うん、まあ去年の夏あたりからまあ取り組んで、そうです、港が大体ね結構仕切ってくれて、俺がだからもうそう感じというか、そうそうそう、そんな感じだからもう俺がもう仕切りというか ねもう俺がもう一番偉い生きがんなもん、そう偉い存在おかしいだろ、威張るな、うん、まあ、舞台監督がまあ俺みたいなライブ感出すんですよねこいつ。武漢が、武漢とか言うんですよ。神原中学校区成人式武漢の山城港と前日もなんか演出の前城さんとか言って演出の前城さんはあの保護者に、保護者の方ですねはい、おかしいですよ、ね、でも勝利は司会やってましたもんね。司会やりました、本当に滑りました。いや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 、それは滑りますよあんなお堅い雰囲気でなんで俺あんな中で受け狙ったんだろうね。まあまあまあ、だってもうだってさ、めっちゃ滑ったな。ありがたいことに、うん、那覇市の副市長の方もね、そうですよ、知念悟さんもう来ていただいてね、もう本当にありがたいなと思って。ありがとうございましたね。でも、ね、あの本当最後までいてくれたんですよ。だから、なんか途中でいなくなろうねって言ってたんですよ、自分いなくなろう、ああ、本当ですか。そうそうそう、だけど、結局なんかも最後まで、最後までいてくれて、あとにこやかにしてくれてたんですよ、ずっと。ああ、ありがたいですね。ありがたいなと思って、で、まあまあまあ、知念悟さんもそうですけど、うん、まあ僕らが神原中学校卒業した時の当時の校長先生も来てくれたんですよ。そう、あの松本人志。さとし。すごい偉大なる方と、まあ、一文字違いですけど。そうですね。そうそうそう。松本里志さんもね。来ていただいて、嬉しいね、まあ、かつてお世話になった先生方も数名来てくれまして。懐かしかったな。本当にありがたかったですね。ありがたかった。まあ、大人の方々もまあそうですけど、まあ、何よりまあ、同級生ですよね。同級生ともね、久しぶりにね。だいぶ久方ぶりに会いまして、うん、本当になんかもう、全く一言も喋れなかったですね。人見知りすんなよ。人見知り全開でしたよ俺も全然だったな、全然喋れなかったな。もう女子とかもさ、うん、港久しぶり、あ、お笑い頑張ってる、おいいやし、おおおもう最低だろお前ってなったもんだから、うん、何それって言われてる言われるでしょそんなの、えって言われてる、えって言われるでしょいやでも俺もだって、はい、今日久しぶりに来て山崎さんにこう、うん、人見知りしてるもんね。なんでよお前顔見れないもんね。仕事一緒に仕事してるそんじゃそこらのあれとは違うんだよこっちは。いやでも本当にまあ、うん、でも楽しかったですね。そうだね。言っても本当にあのいい思い出にもなるだろうし、成人式もうだってないですよ。もうないんすよね多分。考えたら多分多分とかじゃなくてもうないんすよ、うん、本当にね、うん、いや一緒に一度の成人式ですから、まあ、まあでも本当にこう式典が終わってまた二次会でみんなでワーキャーして、ワーキャーしたんね。でまた三次会も、うん、みんなでワーキャーして、うん、で四次会もまあみんなでワーキャーして、四次会とか、そしてまた五次会もみんなでワーキャーして、五次会、まあ、六次会もまあ6次会、マジでそんなやったの。
で7次会ももう結局何次会までやったの。15次会ぐらいの15までやったの。めっちゃやってるさ。なんなら今もう16次会の途中。あ、今やってるの。マジで。あ、ちょっとラジオ行ってこうね。そうなんだ。俺ちょっと抜けてるから、ね、抜けてきたんだ。16次会抜けて今こっち来て終わりでもう多分17時ぐらい行くんだ。多分もう行くんだ。行くんでもう。そうなの。そうですよ。やばいな。いや本当に本当に長っ。いやでもそんぐらいのマジテンションでみんな本当に体力すごいな。飲んだりでも何よりやっぱ久しぶりだからさ、思い出話に花がサク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 、そしてまたチル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 ミチルみたいな、もう散っては先散っては先のもう繰り返しで桜みたいにね。もう本当に本当そうなんですよ。いや本当にね、あの初恋の人にも久々に会ったりとか。おお、そうなんだ。あ、そっか。あ、中学校初恋なの。そうですね。そうなんだ、うん、へえ。まあ喋れませんでしたよ。喋、うん、れなかったんだ。やっぱり今でもダメでしたね。初恋中 1? 初恋が中1、中2とかかな。はあ、なんかあれだね、意外になんか純粋な人なんだね。本当ピュアなんですよ俺。そうなんだ、はい、こんな顔濃いのに。あ、うんこしたいな。やめてもらっていいから。今ピュアなんですよが嘘になったから。いやお前今のピュアだからこそ素直に言っちゃうんだよ俺。うんこしたいなとか言わないでしょ、ピュアな人は。ね、いやそうでしょ、だって。そうなの。どうでした、どうでした、でも司会もやってさ。いやいや、だって暗かったよ。でも暗いっていうか、びっくりした俺。だってお笑いライブのつもりで行ったからさ。いやバカだろ。いやに誤りがあるよ。平成行き、違うライブじゃないから。お笑いライブじゃない、もう粛々とやられるもんだから。平成29年成人式。いやバラエティチックすぎるから。あまりにも違う僕のこと分かるよって方みたいな、ね、粛々とね。いや分かるよって方じゃない。分かるよお前、大体中学校の時同級生だから大体分かるわお前。葬式かなと思って。いや葬式ではない。まあめでたいね、うん、めでたいし、まあでもあの言ってもだから、うん、ほんと久しぶりな面々で。だからそうなんですよ、こいつがこんななってるとかね、誰々うわケバとか、めっちゃ痩せたねとかね、めっちゃ痩せたねとかね、うん、うわ太ってるとか、太ってる可愛くなったとか、ね、ブスになってるとかね。なんで逆を言う。ブス真っ只中みたいな。言わ真っ只中ってどういうことだ。ありましたけど。なんなのそれ。いやでもほんと楽しかったね。楽しかったっすね、成人式マジ。皆さんもほんとによかったら一度経験してみたいな。してるしてない人もいると思うけどさ。はいはい、してます。してる人はしてるから。いやだからさ、これ来てない参加してない人とかもいたんすけど、うん、まあまあ人それぞれではあるけど、うんうんね、もったいないなって思いましたよ、ね、来たらよかったのにね。いや本当にあのね、成人式ぐらい、いやなんかやっぱり人生で一回だけだからとか俺言うの俺嫌いなんですよ。ああそうなんだ、嫌いなんだ。結婚式もとかさ、うん、人生で一回だけだからいっぱいお金使おうよとか。ああ なるほどね。本当にもう死ねって思う。おーやばいなお前。お前毎回死ねって言ってるよ。そう、ラジオの度に死ねって言ってるから、お前気をつけて本当に。やばいな死んねん。いやいやでも、いや本当に、うん、いやでもこればっかりはでも本当に人生に一回きりだから。そうだよね、嫌いだけどね。これはでも参加するべきだったんじゃないかなって。するべきだったと思う本当に。まあ、成人ね、だから今からなんかこう成人式迎えるっていう人たちもにも言いたいんですけど、うん、結構こう会いたがってる人っていますからね。あ、俺に一人一人に。なるほどね。そうそうそう、ありますから。あんまり仲良くなくても、うんうんうん、誰々そういえば元気かなとかって必ず一人一人が必ず話題になるんですよ、成人式。そうなんだ。だからどんなに当時印象が薄かったりだとか、うん、暗かっただとかね、まあ、なんか自分で思ってる人がいたとしたら、うん、だったらそれだからこそ俺行くべきだと思います。あーすごいいいこと言ってるよ。いやほんとそうだと思うんですよ、本当に本当に。だからもう成人式参加しなかったやつ俺みんなもう一人一人俺もほんとに殴ろうかな。もうダメだから。あったら本当にいいこと言った後に暴力したらダメだからさ。本当にもう本当に良くないよ。暴力で暴力で解決します。全部最低だな本当に。はいはい、成人パーティーもあったじゃないですか。パーティーね、あ、高校の。そうですね、パーティーもありましたね。そうあったじゃないですか。ありましたありました。あれも相当楽しかったね。やっぱりね、まあ、高校のメンバーも、まあ、中学生の時のメンバーと比べたら、まあそんな久しぶりではないけど、うんうんうん、それでもやっぱり久しぶりですから。そうそうそう、言っても 2,3 年ぶりとかってザラにいますからね。3年ぶりとかね、いるからね。まあ特に内地に今進学してるメンバーとかとはもう全然会えないから、ね、なかなか会えないですからね、こういう機会でしか。記憶でもなくしたよ俺飲みすぎて。マジで。いやでも俺それだと思う。そういうことだと思う。そういうことなんだ。それが俺正しい
こう新成人。あ本当に。はい。でも久しぶりの感覚とかも全部忘れたよ。あもういやいやもういやそれでいいんですよ。あそれでいいんですか。まあまあ俺はもう本当にもう、うん、全然楽しくなかったです。なんでよ。なんで？なんかあったの？いやもう本当に。大丈夫？本当にもう。めっちゃ声ちっちゃくる。あごめんねなんか。いやいや全然。触れちゃいけないとこだった。全然もう。ごめんねごめんね。マジで。最高した。泣きそうなってるさちょっと。いやいやおかしいでしょ。いやでもまあ高校のね、うん、まあ各々の高校の成人パーティーとかありましたもんね。からのこう中学校のね、うん、でも青春というかね、なんかもうこうねいろいろありましたよ。うん、僕もね楽しかったです。小学校もなんかやったらいいのにね、タイムカプセルぐらいだったもんね。そうタイムカプセルも明けに行ったんですよ。あ明けに。僕あの小学校予備小学校で卒業小学校6年生の時に、うんうん、こう二十歳の自分への手紙を書いて、おタイムカプセルみんな埋めて開封式を行いますって言って、まあ、成人式の前日にね、はい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 、予備小に行って、うん、だってもう予備小小学校以来久しぶりに会う人とかもいて、ああそうだよね、より人見知りは発揮しましたよ。よりもうだってもうそこまで会わないと他人だもんね、ほぼ他人もね本当にだからもうさ、うん、もうちょっとね、本当にもうラジオの感覚も忘れてるよ、ね、終始ぐにゃぐにゃしてましたね。あなんか変な感じでしたよね。あー港でしょ、覚えてる、うん、覚えてないんだ、まあ、誰かなみたいな、覚えてるよみたいな。港とかいいじゃない、だってあの相手側からしたら、はい、港を見る機会とか結構あると思うんですよ、ライブとかね。まあまあライブも出てるし、テレビとかも出たりとか、まあ、テレビラジオもちょいちょいまあ、うん、ではしてるのでやったりしてるから、はいはいはい、相手は港のこと忘れないと思うけど、まあこっちはちょっと難しいもんね。だってみんなテレビとかラジオ出ないもん。みんなのせいにすんなよ。みんながテレビラジオに出てくれたら俺はもう覚えてる。みんな芸人やってるわけじゃないからさ。でもなんかみんな、なかなか出ないから。出ないでしょ。出ないもんだ、そういうもんだから。そういうもんなの。出る方が珍しいからさ。ちょっとなんか、そうだから出てって思ったんですけど。タイムカプセルとかだからどうだったの？あのね、うん、まあ、小6の時の自分から僕へのメッセージですよ。手紙。手紙。うん、手紙だけ、うん、なんか他にもいやもう手紙だけです。あそうなんだ、まあ、ドキドキしたんしてちょっとその場では開けきれなくて、ああかわいやし恥ずかしさもあるし、ちょっとまあどんなこと書いてるんだろう。おうほうほう。でまあお家に帰ってね、うん、ゆっくりまあもうとりあえずもう開けようと、おうもうデージもドキドキしながら開けたんですけど、うん、全然面白くなかった。書いてる内容が当時小6の俺全然面白くなかった。小6からあれだよね、芸人、うん、なりたいなりたい感じだったよねと思うさね。あ違うんだ。俺もだから中1で俺は初めてお笑いのライブ出たから。あそうなんだ。俺もなんかお笑い芸人になってますかとか変えてるんだろうなと思ったら、うん、小学校3年生の担任の先生になりたいという夢は叶いましたかって書いてあるわけ。小学校3年生の担任の先生限定なんですよ。しかも小3のみって絶対無理だもん、ね、意味が分からんすよ、ま、この時点で。小学校3年生の担任になるという夢は叶いそうですか。なんだばそれ。お体に気をつけてください。長生きしてね。なんでそんな他人行儀だば。書いてありましたね。自分にちょっと人見知りしてるでしょ。なんかもうだからね、人見知りというかまあおかしいだろ、変なでしたよ俺も。なんだばそれ。ありがとうって思いましたけどね。ありがとうって思いましたけどね、うん、いや本当にね、だ俺プロゴルファーになってますかばっかりだったな。あーそうか、もう勝利はだってもう小中もう高までもずっともうゴルフもやってましたもんね。そうそうそう、プロゴルファーは中3ぐらいまで目指してたもんね、はいはいはい、あーいいですね。あーこうなんかゴルフボールも入ってたんでしょ。そうそう、ゴルフボール入ってて、そういうのいいっすよ ね、 なんかね、めっちゃ上等なゴルフボールだったわけ。おう、わなんで使わなかったんだろうって。あーもうじゃあもうの食べました。食うかや。頭おかしいんじゃない。食べないんすか。食わないだろ。記念です。食いもんじゃないから。そうですか。いやでも本当にもう楽しかったなと思って。楽しかったね、うん、そしてまあ、うん、O1 グランプリもありましたよね。あったね、1月2日新年、うん、まあ、FEC 的にはちょっと残念な結果になりましたけど、うん、でも五役栄翔が大ヒットしたね。あのねハンサムの五役栄翔ね、うん、すごいですよね。あれすごかったね。だってあのネバーにも取り上げられてましたよ。そうそうそう、ネバーってわかります？今沖縄で話題のキャラみたいな、ネットであるやつなんですけどね。ネバーまとめに五役栄翔さんが、そうそうそう、やばいよね。いやさっきね、あの愛知県のユーミーさんもツイキャスでコメントしてたんですよ、うんうん、もう栄翔栄翔でしたと。
A 賞 A 賞の。いやでもさ今ツイッター見たらさ、うん、ごゆく A 賞必ず1日に1回見るもん。あだからよ。ファンの人とかもさすごいよね。だって O-1 グランプリ優勝初恋クロマニオンですよ。そう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 なんだよ。いや初恋クロマニオンの優勝もとってもすごかったんですよ。そう面白かったし、あのもう完璧なもう2本ともね、うんうん、完璧にもう圧巻の優勝だったんですけど、うん、初恋だったね。もうその初恋クロマニオンの優勝をもう書き消すぐらいのこの話題沸騰ぶりすごいね。こんな売れるんだ驚きましたね。すごいね。すいません、ちょっともううん、時間が来ましたので。あ、時間来た？今ちょっと曲、今1曲いきましょうね。ああ、聞こう、曲聞こう。こちらで、そうそうそう、まあ今、ごめん。大庵の話の途中で、またちょっと戻るんですけど。おー。まあ僕が、中学校の時に、中学校よく聴いてた歌です、これ。おはい。何ですか？当時よく聴いてた歌を、流したいなと思ってます。いいですね。はい、行きましょう。バンプオブチキン、ゼロ。はい、今曲ですね。この歌いいですよね、俺知ってますよ。知ってます。この歌これもこうあのね、だから今ツイキャス番内今コメント来てますけど、うん、すごいな、五百英雄の話になった途端めっちゃ来たな。すごいですよ、五百英雄さんはすごいですね。もうね、だから新年、年始会っていうのに僕ら FEC メンバー参加しまして、うん、各メディアに訪問して新年明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって挨拶する、この挨拶回り行ったんですけど、はいはい、まあ、五百英雄さんも引き連れて僕らあ、五百英雄で行ったんです。そう、五百英雄さんと FEC の芸人で挨拶回りに行って。そうなんですね。やっぱりすごかったですね。名刺を500枚ぐらい持ってました五百英雄という名刺を。必要、やっぱ500枚も必要なんだね。すごいこの話題沸騰ぶり。すごいね。マードンナーさんもこの五百先生のインパクト、ね、すごいよ。だってで今日からとか昨日ぐらいからもう五百英雄先生ツイッターも始めてますからそう、ツイッター始めてた。全然 MEC のマネージャーから習ってるって言ってましたけど全然フォローしてくれない、ね。いや本当にすごいなって。しいな、俺も知らないんだよな。そうそうそう。で明日とことんコントっていうライブがね、8時から夜の8時からバンターハウスであるんですけど、はい、まあハンサム、パーラナイサーラナイ、うん、ゴリラコーポレーション、ノルウェースウェーデンで僕らがゲストで今月出させてもらうんですよ、とことんコント。そうです。でとことんコントにも緊急参戦ということで、五百英雄先生、五百英雄先生が来てくれるらしいのでとことんコントに本当に楽しみですね。で今ちょっと先に言いますと、まあ、今日僕らオープニングで成人式のね、うん、再開の忘れてたみたいなコントも、うん、明日実際とことんコントでやりたいと思ってますので。そうです、そうです。明日実際、まあ、ツイキャス見た方とか、うん、ラジオ聞いてる方もなんかちょっとネタバレになってはいますけど、いやでも立体的にちょっと、ね、そうですよ。なもうだって動き交えると違いますもん、ね、もう生で見るとやっぱ違うと思う腹筋爆発しますよ。もう本当にもうゲロを吐くと思う本当いいのかなってこんなに上げてね。明日もだからこの五百円先生名刺ね、うん、持ってればいいですけど、もらえると思いますけど、もらえますよ。名刺すごいですよ。名刺が欲しいのでとことん持っていきますってすごいですね、うん、すごいです。本当に嬉しいですね。大庵グランプリでもずっと五百英雄先生リップサービスさんがネタで入れたもんね、五百英雄さんは。ああ入れてました、うん、でも爆笑したから、うん、一番受けてたもん、そこがね。いやいやいや本当に待ってますので、リュウジさんも成人おめでとうと。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、成人ですよ。なんとかもう本当にやっぱりでも節目なんですね、二十歳って。うん、なんか誕生日二十歳になったばっかりの時ってなんか、いや何もなんかそんな違いなんてないじゃないかみたいな、ね、うん、思ってたけど、なんか別に19歳も二十歳も変わらないなって思ったんですけど、うん、成人式ってやっぱだからでかいんだなって思いましたね。そうそうそう、なんか二十歳になったんだなって思った ね成人式で思ったね。やっぱりなんかこう儀式というか、うん、まあ、伝統というか、そこでやっぱりなんか感じるものはとっても大きかったですよね。え、すごかった。でまあツイッター、フェイスブックなどで友達も、うん、成人式良かったとか楽しかったとか、うん、っていうあれしか言わないですからね。ああ、そうだ、みんなそんな感じ、うん、いやでそう、まあまあでもそうでしょうね、うん、本当にありがたいですよ。ありがたいですね、うん、ツイキャスコメント来てましたね、愛知県のユーミーさん。何ですか？初恋クロマニオンさん、はい、元 FEC ですし。そうなんですよ、
元 FEC、 元 FEC めっちゃ嬉しかったですってね。いやもう本当にすごいなと思って、うん、ねえ、もう去年も一昨年は準優勝で、今回はもう優勝ですから、すごい完全にすごいですよね。しかし優勝写真よりも五百先生だった翔さんのこの Facebook のツイートとかねそうなんですよ、五百先生インパクトが本当にすごかった。綾野さん遅れますながらということでありがとうございます。ありがとうございます。成人です。晴れて終わりましたよ、本当に。成人式も早くもロスですよ。ロス、ロサンゼルス。いやいや、違います違います。ごめんなさい。違います。世間は逃げ恥ロスとかあったじゃないですか。あ、なるほどね。僕はもうユニコーンのライブで果てて、果てた、果ててたね。もう生きる意味を見失って、やばいですよこれは本当に。で本当にユニコーンのライブ終わったら生きる意味を見失ったんですよ。で成人式楽しみで、うん、で今もう成人式も終わって、終わったね。もう何のために生きてるのか。あ、もうやばいなお前。僕はそうなの。ええ、薄っ成人式ロスですね。薄いな。もう何に向かって進んでいったらいいのか分かんないっすよね目標薄いな。いやもう本当に本当にそうなんだ。何のために生まれてきたのかなって思う。あ、もうそこまで。あ、そうなんだ。へえ。やばいやつだね。生きてる意味あるのか。あ、やばいやつだね。完全にやばいやつだこれ。次の目標ないんですか？聞いてますよ。アドナさんが。目標って何ですか？あ、もう頭おかしくなってますよ。もう意味がわからないこと言ってますから。そうですね。でも目標ですよ。いやでも本当にでも O1 グランプリ優勝はしたいなと思いましたよ。マジで。やっぱテレビで見て、そうだね、俺たちが行かないといけないなっていうのは。お笑い頑張ろう。頑張りましょうね、うん、お笑いを。お笑いを頑張ろう。僕らちょっとね、2017年、うん、お笑いちょっと頑張りたいなそうです。ちょっと勉強しすぎたね。なんかちょっともう大学生みたいな、うん、もうちょっと大学辞めて。あ、ごめん、俺は辞めないからごめんね。あらあらあら、ごめん、辞めない。うんうん、とあとまた来年もう一回やっぱり成人式やりたいな。もういいよや、うん、21だからもうできないからさ。もう年1回でできたらなって思って成人式そんな俺も司会やらないからさ。年に1回フェス感覚でちょっとフェス感覚で俺ちょっと成人式フェス感覚でじゃないよ。神原中学校成人式2018を18の開催に向けて今ちょっといや取り組んでいこうかなと。俺なんかの1個下のだよ、どうしたらいいか困るだろ。クーター進化の集まれワッター進化。はい、今 CM ですね。あ、 CM ですか。はい、ゆうたでした。いや、俺の青春時代によく聴いてた歌なので。そうですね。あのね、この話、今から話する話は次のコーナーで話しましょうね。じゃあ今からは話さないってこと。はい、なんだお前今から話す話は次のコーナーでしましょうねって矛盾だらけだから。いやもうちょっとあの今ちょっと話しようかなと思ってるんですけど、うん、この話は次のコーナーおかしいからさそれ何がおかしい。今から話すんだったら話さないといけないから。ちょ、今から俺もう言うけど、うん、これは次のコーナーで。でもなんだろうな、何がおかしいこれ。なんなの、おかしくないでしょ。予告でしょ、コマーシャルさ次のコーナーのコマーシャル。コマーシャルですよ。みんなが聞きたいと思うよ。まもなく始まりますから。はいはいはい。リク集まれワッター進化はいはい大丈夫ですか。最初コーナー、はい、いきますよ、はい、最初のコーナーは、はいはい、俺たちは大きくなったはい、はい、このコーナーはですね、うん、もう20歳である成人式を迎えました、はい、我々の、はいはい、大人になったというエピソードをね紹介するコーナーでございます。まあまあ成人式がまあ何度も言いますけど、まあ、成人式だと思うんですけど、うん、成人式終わって俺今日よ、うん、あの僕携帯にいっぱいあの CD から落として曲いっぱい入れてるんですよ。おプレイリストを作れるんですよ、この携帯のこの携帯の中でね、アプリで曲、好きなアーティストの曲をこういっぱい一つの自分だけのなんかアルバムじゃない、そう、俺そう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 、オリジナルでちょっと作るみたいな、うん、このリストに
2009年から2011年、まあ僕の中学校1年から中学校3年生で、うん、俺自身がよく聴いてた歌だけを集めて、お今日も車で移動するときもそれチャー流しでも、へーすげえ、めっちゃ思い出浸ってるさ。いやあのね、あのさやばお前ちょっとさ、うん、俺変なもんこれ言い方っていうかもうちょっとひどいかもしんないけど、はいはい、やっぱりなんかどんどん年取るって言ったらやっぱ今が楽しくなるでしょ。まあ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 、まあ、どん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 、うん、昔よりも、はいはい、で俺小学校よりも中学校の方が楽しかったし、うん、中学校よりも高校の方が楽しかったし、うん、高校よりも今大学の方が楽しいやみたいなね、うん、だって今だってもうこう今過ごしてる環境のせいだと思うんですけど、はいはいはい、でも、うん、こう、まあ、成人に合わせて高校の成人パーティーしかり、うん、中学校成人式しかりで集まったじゃないですか。集まったね。意外とあの頃楽しかったなっていう。あーなるほどね。今の方が楽しい、今の方が楽しいってもうなんか当たり前のように言ってるけど、うん、意外と楽しかったなっていうの。そうなんだね。そういうの結構あるかもね。でなんかやっぱりその当時聴いてた曲を聴くとやっぱ懐かしいというか、はい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 、はい、あの頃思い出すではないですけど、うん、そういう大人の遊びもあるんだなって思いましたね大人の遊びというか。そっか、ね、その中学校の頃よく聴いてた曲って例えばファンモンとか。あファンモンも流行ってたよね確かに、うん、ファンモンとか流行って、生き物がかりとか流行ってたんじゃない、はい、何聞いてたの。ザ・ハイローズ違う違う違う、本当にお前だけの中でなんだ。1995年から2005年まで活動しててバンドで全然関係ないやしですね。2009年11年関係ないやし、もう最後の2004年に出したアルバムを中1の時に CD 屋で借りてよく聞いてましたね、うん、本当に自分が好きだった曲をね。で中3の時はあのバンプオブチキン。あーでもバンプオブチキンはね、うん、根強い人気で、あの天体観測でしょ。まあまあ天体観測はあのもうそうではあるけどそうなんだ、まあ、当時出てた曲とかもいっぱいあるので。あそっかそっか、はいはい、天体観測はまあ嫌いですけど嫌いなんだ、うん、あそうなんだ。であとなんかもうこの、うん、いや中3の時クラスでバンプが流行ってたんですよ。あみんな好きで。そうなんだ。給食時間とか俺ラジカセで CD でクラスで流してたりとか。ええクラスで。ああそうなんだ。でみんなで歌ったりとかして、そういうのをめっちゃ楽しかったなと思って。あ楽しそうだね。聞いてても泣きそうになって。あ泣きそうに。もう泣いて。おじさんだよもう。過呼吸起こして。やばくない大丈夫。もう気絶して俺気絶したの。気絶してさ。もう二度とバンプ聞かないでもらっていいごめんだけど。いやでも本当に、うん、いやいや楽しかったなって今思いましたよ。いいね本当に。よかったなって。俺はあれでね、はい、酒で記憶なくしたね初めて。いいですね大人になって。俺こういうのまだないんですよ。あそうなんだ。こうなんか覚えてないとかっていうのないんですけど。覚えてない。何覚えてない。覚えてない。何にも覚えてない。その境地がちょっと気になります。怖いよ。でも俺何したかなっていうさ、あ恐怖が。なるほどね。うん、で高校の時好きだった女の子の頭めっちゃ撫でてたって。うわー出たーこれちょっとこれあれですよね。これちょっとあれじゃないですか。これちょっとやばいっすよね。これ、ね、これちょっとどころじゃないんじゃないですかこれちょっとやばいですよね。これあかんよね。やばいですねいかんでしょこれは、うん、でも撫でさせてくれてたってことで。まあまあまあそうですよ、うん、そうそう。あ危ない危ない危ない、うん。俺もちょっとなんかもう、うわ勝利うわと思ったけど。思ったけど、そう。撫でさせる女も女ですよ。撫でさせてたんだよずっと俺に。ごめん俺これはさ、俺声を大にして言っておきたいんだけど、うん、女も悪いこれは言う。そう撫でさせてたんだよ。撫でさせるもん全然。そう撫でるよね。うん全然笑ってたって言ってたと思う。撫でるよだって撫でさせるんだもん、うん、撫でてたよ、うん、だから俺犬とか猫が撫でて嫌がったら俺やめるから、うん、やめるでしょ、うん、でも嫌がってなかった。嫌がってないんだったらこれ女の子悪いよ。女の子悪いでしょ、うん、俺はずっと撫でてたよ。もう撫でますよそれは。撫でてた。うわ危ない。なんか俺危ないでしょ。お前がなんかうわ、うん、何してんのと思ったけど。思ったけど違うな。違うでしょ。女だ悪い女ですよ完全に。完全悪いから女の人が。もうこうなんかもう男はもうすぐこんなってさ。そうそうそう、ね、じゃないからさ、うん、お前なんかだからすごいな。じゃあ言えって話さ。言えってやめ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 て言えな。撫でさせてくれてるんだもん。俺撫でますよ。俺撫でるよそれ何もしないと撫でるよ。 そうでしょ。もうな大城リークがそういうやつ嫌いだわって、はい、いやー撫でたことないから言ってるだけ。こいつ童貞ですから
こいつはただの童貞ですから、ね、女の子に触れたことすらないですから、そうですね、ほんとに、そうですよ、ピュアだね、ある意味、まあ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 、いやまあまあ、でもほんとにさ、うん、でも酒癖というか、はいはいはい、そういうのにはでも本当気をつけなきゃなと、本当に気をつけないといけない、俺もう飲まないよ、入ったことはありますか、あ入ったこともない、あないんですか、俺入ったことないですね、俺も覚えてはいるね、フラフラはあるよ、あーなるほどね、フラフラしてうわ眠とかもあるけど、ちゃんとあなお風呂入れてた、あお風呂入れる入れる、あわかんない、記憶なかったでしょ、その日はわかんないけど、あわからん、うん、どんな状態で目覚めたかとかも分からん、あーなんか一応いつも寝るはずのない場所で寝てる、あーじゃあもう終わりですじゃあ入ってないんですねあでも一、うん、回結構でも酔っ払って帰ってきて、うん、いや風呂には入ったけど、うん、まあ結構厚めの俺シャワーはい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 、なので、うん、俺風呂上がりいつもちょっとあののぼせるんですよ、あーなるほど、のぼせるって言ってもあの気分悪いとかじゃなくて、うん、なんかあのポカ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 してるので、あのその状態で長袖とか着て毛布かぶったらもう、うん、もうなんかとっても暑いから、うん、俺しばらくはこうパンツ一丁で体を冷やすじゃないですけど、こう常温になるまで体ひ、うん、扇風機もつけるんですよ、まあ、真冬でもね、真冬でも真冬でも、あそうなんだ、結構厚めで入る、結構本当に結構厚めで入るので、ね、それが一応気持ちよくてもうなかなかそうなんですけど、酔っ払いすぎてパンツ一丁でもベッドの上で俺座って寝てて、あすげえ座禅組んですげえ、そうなんだ、寒くて起きてはっ、何してんの、服着てもすぐもう毛布くるまって寒いみたいな、そうそうそう、記憶なくした日に、はい、弟が、うん、部屋でガサゴソするなって思って、あ見に行ったら俺がタンスの中に入ろうとしてたってで、ニーニー何してんのって言ったらトイレって言ってた、うん、やばいやし終わってるなクソやしこいつなんだばや、やばいだろ、やばいね、気をつけないとね、そこまではまあちょっとまだないかなないか、まあ、まあ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 、うん、そうドラえもんかって言ってます、中谷子さんもドラえもんかもしれないですね、ドラえもんはあれですよ、タンスというかあの障子の中で寝てますもん、いや別に細かいなお前、トイレでもないですからねてかドラえもんトイレしないですからね、まずねドラえもんトイレしないもんね、そうだよね、ロボットだからね、ほんと酒には酒は飲んでも飲まれるな、ほんとにその通りだと思うよ、女子は触れろそれは今日ね俺なんかが得た教訓ですか、本当にマジで教訓ではないですけど、俺これ本当にさ、うん、本当に俺唱えたいやつさ、マジで声を大にして、声を大にして女が一応、女が言ったらでも8割ぐらい悪いからね8割触らせる女が、うん、でなんか旗から見た女子はさ見てやんな、酔っ払って誰々の頭撫でてとか、ね、撫でてみたいなね、違うよ圧倒的に女が悪いから圧倒的に、でもなんか痴漢とかのレベルになったら動けないってね、怖すぎて、あーまあいやそこまで度が過ぎたらもうそれはもうこっちがもう 100-0 で悪いですけど、頭撫でるに関してはもう 1000-0 で悪いです、1000-0 1000-0です、マジか1000-0 1000-0か、俺マジさ、俺100人に聞いて100人アンケート取って、うん、世の中を変えたいよね多分世の中にこうなんか世論としてちょっと調査しても、なるほど、ね、いやもう男子が悪いと思いますとか世論調査して、世論調査したらどうせなんか女子はよいやだって男子が酔っ払ってこの人も撫でてきてる、男子が悪いんじゃないですかとか言うさ、どうせ意外に喜んでるでしょ、あーでもそれ気になるね、うん、どうなんすか意外と女子って、あどうなんですかね、あ無理みたいな、中田猫さんが本当に女子に嫌われるよ、すいませんでしたCM あらジングル、ジングル ええ、お前顔濃ゆいな、は？いやもう濃ゆいだろや、は？あいつも顔濃ゆいな、本当だ、あいつも顔濃ゆい、集まれワッター進化、マジでこれ本当に意味わからない、なんでこれ俺たちが悪いのこれ意味わからない、なんなん本当にずっと言ってる、おかしいでしょもう本当に、いやーねー本当にね、ああ最後のコーナーこんな感じなんだ、
これでお前も好きになる。はい、このラストのコーナーはですね、はいよ、まあ片方が片方に自分の好きなものを熱くプレゼンするってコーナーですね。そうですね。まあもう無理やり好きになってもらうコーナーですね。うん、前回何でしたっけ？前回俺がユニコーンについて、ユニコーンね、バンドについて多分紹介して、結構ハマったね、かも。ユニコーン良かったと思う。めっちゃ良かったと思う。今週はまあ勝利から俺へということ。そうですね。何ですか今日は？スパイダーマン。あ、来ましたね。ヒーローシリーズ。マーベルシリーズから。マーベルシリーズ。マーベルですかスパイダーマン？マーベルですよ。マーベル。スパイダーマンはアイアンマンとかと一緒の仲間ですね。はいはいはい、スパイダーマンですよ。スパイダーマンは見てますか？どうですか？ね、映画を見ましたよ。映画ね、結構やってるよね。MJ。MJ ワトソン。前田純也。違う。前田純也中学校の時の同級生だからさ。MJ じゃん。前田純也だけどさ。メリー・ジェーンです。メリー・ジェーンね。メリー・ジェーン。角田博で。メリー・ジェーンがね。はいはい、はい。あれですよ、レッド・イット・ゴーとかも歌ってますもんね。じゃあ、それ、メイ・ジェーン。よし。おー。それ、メイ・ジェーンだから。もうメイ・ジェーンですね。はいはいはい、危ねえ、ツッコミだからね、俺。やっぱなんかヒップホップスターというかね、もうこう亡くなった後はこう映画でも話題になりましたからね、本当に。これ、マイケル・ジャクソン。正解。マイケル・ジャクソンだから。じゃあ次は。もういいわ。次はじゃないよ。いろんな MJ 出してくるの、ね。いいですよ。スパイダーマン。スパイダーマンの話しますよね。はい、はい、お願いします。スパイダーマン。はい。文字通り雲の能力を持った。雲男ね。雲男なんですけど、ね。はいはい、あれですよね、だから、いわゆる、ジロー坊みたいな。オロチマルみたいな。違う。オロチマルはヘビか。妖怪でしょ。何したっけ、なんかわかるけど。ヒューがネジと戦ってた。ヒューがネジってなんだっけ。あ、ナルト？ナルトで。わからん。こんな感じの。見てないからわからない。スパイダーマンね。スパイダーマン、はい。主人公のピーター・パーカーっていう。あ、ね。PP。PPAP。PPAP。オタクの高校生がいるんですけど、ね。はいはいはい。うん、高校生なんですけどもね、うん、はいはい、見学しに行った高校のなんか、うん、なんだろう、イベントみたいなので、はいはいはい、見学しに行った研究所で、うん、実験中の特殊な雲に噛まれて超能力を得るっていう。この映画があるじゃないですか、3つ。うん、ワンツースリー。ワンツースリーありましたね。その前にもスパイダーマンってその前からあります？あ、いや、あ、一応もうどんどんありますね。全然ありますね。漫画でもあるってことは？漫画でもあります。ここ漫画も映画と同じようなこの始まりなの？そう実験の雲ってこと？そうなんですよ。じゃあそうなんですね。で、その最初の映画のさ、うん、やつってさ、手から直で糸が出てたさ。出てたあれね、本当は漫画では機械なんですよ。冷めるでしょ。でも冷めるけど、うん、よく考えて、何、普通だったらお尻から出るから。なるほどね。分かった。確かに。雲はお尻から出すもん、ね。雲がお尻から出す。確かに、それはちょっと。か手から出るのはおかしいわけ。おかしいですね。そうでしょ。はいはいはい。まあ。雲なんですよ。うん、で、まあ、こう特殊な能力をやるんですけど、うん、まあ、この、映画とは違うんですけど、はい、映画は、なんかあれじゃないですか、人助けから入るじゃないですか、ね。ああ、そうですね。そうなんですけど、うん、漫画は、雲のコスチューム着て、テレビに出演して人気になるんですよ。うん、ああ、なんかこう、一種のこうバラエティというか、そうそうそう、パフォーマンス、パフォーマー的な。こんな能力持ってますよ、すごいでしょ。なるほどね。ね、はいはい、で、ある日、一、うん、人の強盗が逃げてるのを、はい、あ、俺の仕事じゃないからいいやって言って見逃すんですよ。あ、うん、でその強盗がそのまま逃げて、はいはい、したら自分のおじさんが殺されるんですね。あ、育ての親とか。なるほどね。のおじさんが殺されて、うん、でうわってなって、うん、で犯人を追うんですけど、うん、この犯人がやっぱそのさっき逃げた強盗で、でなんか自分がね、こんなして逃がした人がおじさん殺してるじゃないですか。はい、そうですね。でこのおじさんが残したセリフが、うん、はいはい、大いなる力には大いなる責任が伴う、うん、はいはいはい、このセリフを聞いて、あ、人助けしよう、なるほどね、なってね、うん、ヒーローになるわけですよ。なるほど。そうこの境遇はでも近いですね。そうなんですよね。なんか似てますよね、映画もね、うん、映画もそんな感じです、はいはいはい、で、うん、これ面白いんだけど、はいはい、あれなんですよ、東映ってわかります？東映はスーパーヒーローとか、日本のスーパーヒーロー、仮面ライダーとか、そう特撮ね、映画で、あれで一時期テレビで放送されてるんですよ。あ、日本ででしょ。そうそう、日本で昔でしょ。昔わかるわかるわかる、わかるんだ。それちょっと見たことある。なんかロボット乗ったりとかあるよね、スパイダーマン特撮でね。そう、特撮であるわけよ。これはあのスパイダーマンと同じなの？
あれはなんかでも日本っていう設定でちゃんとやってて、へえ。なんか雲星人、はい、あの宇宙に雲星人っていうどっちの雲よみたいな宇宙人が、はい、宇宙人がいるんだけど、クラウドなのか、はいはいはい、クラウドじゃない、クラウドスパイダーね、スパイダーのね、うん、雲星人がいる、はいはい、そいつから力をもらう、ああなるほど、主人公が小森優さんっていう日本人ね、はいはいはい、うんうん、でもなんか大体の設定は原作に近いですね、うんうんうん、っていうの日本でもやってたりとか、はい、結構なんか昔から人気、人気っすね、なんですよねスパイダーマン、うん、であの雲糸あるさ、うん、あんなしてさずっと出してたらさ、うん、ニューヨークであの人やってるんだけど、はいはいはい、活動してるんだけど糸だらけなりそうさ、なりそう、なりそうさ、なりそう、うん、1時間で消えます、は ?1 時間であの糸は消えるんですよ、抜歯しないでいいってこと溶けるタイプのバッシュって言い方やめれ。いや、バッシュってなんだ。合ってるだろ。合ってはいるけど。あの、いちいちあの病院に行かないでいいと思う。いや、行かないでいいんですよ。あれ、消えるんだ。あれ、1時間そこらで消えてしまうんですよ。空気中にね、もう。はいはい、はい。うん、そうそうそう。で、あれ、でも結構、ワイヤー並みの強度を誇ってて、飛行機とかも引っ張れる。ぐらいの。あんな強力なの？そう、強力なんですよ。あ、そうはちょっと見えなかったですけど。すごいんですよね。で、この作品は、うん、元々ですよ、はい、あのスパイダーマンって今人間の、うん、雲噛まれて糸出す感じじゃないですか、そうですよ、これ2代目なんですよ、2代目 ?1 代目は1匹の雲が放射線浴びて人間の知能を得て巨大な雲に変異するっていうストーリーだ、それこそなんかあれですね、雲が人間になるみたいな、あーなんか面白い逆パターン、それはそれでちょっとなんか面白そう、うん、っていう感じだったんだけど、はいはい、もう全然人気出なくて、俺そっちの方が気になるけどね、でもねちょっと見てみたいよね、あ、うん、でも後者の後だからってことなのかな、そういうことだよね、うん、でもね、うん、なんかね、はい、そうすごい気になるなってこういうのも、でスパイダーマン、いろんなスパイダーマンいます、え、なんかもうさ多すぎて全然意味わからないわけ、一人じゃないの、そうそうそう、めっちゃいるわけよ、何また2号ライダー的なそうそうそう、なんかでも本当に港が嫌うよ、これ言ったら港嫌うから言わんこうかな、何嫌うって、クローンがいっぱいいるんですよ、あーこれスパイダーマンのそう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 、同一人物ってこと、同一人物なんだけど、冷める冷めるよね冷めちゃうんだよね、冷めるなんでそれ、なんでね、またなんで、はい、うん、聞こう、はい、じゃあ聞くよ、はい、何、はい、クローンがいっぱいいるんですよ、もう、うん、例えば主人公が死にました、じゃあもうクローンで蘇らせろっていう、あのね、考えがあるんですよね、アメリカの、安易安易、もうそうなんですよ、うん、だからまあまあまあそうなんです、そうなんですよね、クソだな、雲やめてやめてそんな嫌うマジか、いや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 、結構敵とかも面白いんですよ、はい、あ、そうなの、そうそうそう、あの、え、映画はなんか、うん、3人ぐらい、そう、結構いますよね、映画グリーンゴブリンっていう、ああはいはい、グリーンゴブリンと、うん、あと、まあ、あのめっちゃなんかムカデみたいな背中から背負ってるなんかロボットみたいな、ありますあります、あ、なんかあのあれはドクターオクトパスっていう、ね、ああなんかそんな感じのね、そうそうそう、とあと3はあれさ、3は人じゃなかったよね、敵、あ、サンドマンっていうね、砂のね敵なんですよ、砂を自在に操れるっていう、いや、もう一人いなかった、もう一人はなんか 黒いやつ、あ、そうそうそう、エイリアンみたいなの、そうそう、あれなんか宇宙の寄生物、寄生生物が人間に寄生して、はいはい、で黒いスパイダーマンみたいなね、ベノムっていうんだけど、ああベノム、そうそうそう、聞いたことあるってなって、うん、なったりとか、はいはい、そうそう、いろいろあるんですけど、他にもね、うん、エレクトロっていう、いや、なんでさ このエレクトロっていう怪人を出したかって言ったら、はいはい、めっちゃ能力強いんですよ、エレクトロ、あの光の速さで動けるんですよ、うわ速っ、もう電気の能力持ってるんですけど、うん、速っ、だけど結構なんかあっさりスパイダーマンに負けるんですよ、ね、何それ何なの本当にアメリカ人なんかね、うん、だしサンドマンもね、はいはい、砂人間もね、間相当強いじゃないですか、もう砂ってもこれすごいよ ね殴っても効かないんですよ、効かないもんね、本当にね、うん、はいはい、だけど、うん、なんかあっさりスパイダーマンが倒す、何も本当にスパイダーマン強いんですよね。なんで面白くない、本当に。何なの？面白いでしょ、でもグリーンゴブリンは強かったよね。強かった。あとなんか関係性も良かったもんね。そうそうそう、面白かった。設定もね。友達のお父さんなんですよね。そう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 。あれなんでだっけ？なんであれ結局対峙してたの、あれは。あ、なんかグリーンゴブリンが元々なんか
原作では、うん、一応このお父さんが病気持ちなんですよ、はいはい、で病気治すために血清打つんですけど、うん、この血清は一応体も強化されるんですけど、はい、なんか悪い方向に行って、そうそう、なんか凶暴化しちゃったみたいな。あ、精神的にね。そうそうそう、なるほどなるほど。凶暴化しちゃって、うんうん、でまあ町を破壊するようになったみたいなね。ああ、それも止めるためにみたいなね。そうそうそう、あるんですけど、これなんか、ま、今年また、うん、はい、新作でスパイダーマン出ますから。あのアメージングスパイダーマンってあったじゃないですか。あ、ありましたありました。あれは違うんすか。そうそう、あれもまたなんかスパイダーマンのリメイクみたいな感じで。あ、スピンオフ的な。そうそうそう。で今回は何。今回は、スパイダーマンホームカミングって言って、うん、あのまたリメイクされてこうやります。もうあのお金儲けだけの違いますこ、本当に今回のはしょうがないんですよ、うん、アイアンマンとかと、うん、なんだろう、共闘、うん、共に戦わせるためだけに、もう一回やるみたいなね。あ、今までちょっとやってる会社が違うかったんで、こうなんか辻褄をこう作るためにみたいな。そう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 。あ、なるほどね。それで大人の事情ってことですね。大人の事情ですね。はいはい、わかりました。しょうがないですけど、ね。わかりました。はい、楽しみに見てください。はい、以上です。はい、じゃあ締めまーす。こんな感じなんだ。え、なんかね、どうでした？好きでした？いやもうがっかりだね。嘘。がっかりかな。なんで。いや映画は好きだけどさ。ああ、映画はね。いやもうちょっとがっかりしたな。クローンが。クローンしかり。この能力を生かせない宝の持ち腐れな敵しかり。そうだよね、まあ、いやまあ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 、まあでも面白いですから。面白いですね、まあ、映画は面白いですから。いやでも今のところでもあれですよ、アイアンマンは好きだし、うん、スーパーマンも俺好きだから。スーパーマン好きだ、ね、あのあれだから、キャプテンアメリカとスパイダーマンだけが嫌いですから俺。キャプテンアメリカめっちゃ嫌いだよね。あいつダメ、ダメ人間やしょ。ダメ人間ではないからさ、あいつは。自分勝手な。ええっていうか、まだマーベル続きます。どんどん続いていきますよ。楽しみ。27日に、あ、何がですか。俺の話ですか。あなたの話。俺の話か。再来週は。じゃあ再来週は、ドクターストレンジっていう、わからんヒーローをやっちゃいたいと思います。魔術師ですね。魔術、言えてないですけどね。魔術師。いや魔術師ね。手術師中。いやいや、ま、手術師中。お前も言えてないから。手術師中ね。お前も言えてないから。言えてないから、お前って。以上、これでお前も好きになるでした。はい、はい、あっという間にエンディングですけど。エンディング。まあ、さっきも言いましたけど、明日はライブがありまして。とことんコント。ね、夜の8時から、那覇市国際通り、沖江通りのバンターハウスにて、はい。やりますので。ぜひ。五役栄翔先生も来ますのでね。そうですよ。ぜひぜひ、遊びに来てください。よろしくお願いします。詳しくは、FEC の、ホームページとか、うん、あと、僕らとかね、各芸人のツイッターとかフェイスブックなどにも告知してますので、よかったらぜひ調べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう新年一発目楽しかったっすね。よかったー。いや、もう来週も、はい、ぜひこの調子で今年もやっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。以上、クーター進化の集まれワッター進化でした。ありがとうございました。ありがとうございました。中田猫さん、ぜひいらしてください。お願いします。いや、本当にツイキャスでね、たくさんおめでとうございますとコメントいただきましたので嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてまた今年もよろしくお願いしますね。はい、お願いします。あと多分15年ぐらいはこのラジオも続くと思う。めっちゃ続くない。本当にもう目指せ笑っていいと思う。よろしくお願いします。15年。目指せ笑っていいと思う。笑っていいと思うバリにちょっと歴史を、うん、よろしくお願いします。ミュージックステーションバリにね。M ステバリン。なんでタモさんで例えるか。本当にユーミンさんもありがとうございます。ありがとうございます。ネコさんありがとうございます。ビビリな社会人さんもありがとうございます。マドンナさんもありがとうございます。中田ネコさん。はい。リクはいいか。リクはリクにね今日文句言われた。リクはちょっともう。アユアピピさんもアユアピピさんありがとうございました。アヤノさんありがとうございます。リュウジさんもありがとうございます。ありがとうございます。あとはそうですね。チータモリンさんもね。ね、ありがとうございます。聞いていただいて。プラチナさん、ありがとうございます。ペーターさんも、ありがとうございます。モンチッチさんも、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。キャリーさんも見てくれたんですか。キャリーさん見てくれたんですか。雪降ってますよ。キャリー、パン、違う違う。違う、じゃあ分からないけどね。だったらすいません。だったらすいません、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。言わねえよ、お前。リークね。じゃあまた来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。